はい、今日はですね、爬虫類ケージのバックボードみたいなやつを、作っていこうかなと思います。今そちらに、よくあるケージ、爬虫類ケージで、パンテオンホワイトっていうのがあるんですけど、パンテオンホワイトのあれ90×45かなの、ケージがあって、その後ろに、ちょっと自然な感じのね、岩場みたいな、バックボードを作りたいなと思って、準備しました。用意しているのがこれ、スタイロフォームっていうちょっと硬い発泡スチロールみたいなものです。でこれを、サイズ、そのパンテオンホワイトにちょうど合うようなサイズに切って、で、なんかボンドでくっつけて、で、そこにセメント、これセメントですね、セメントを、10キロ買いました。でこれを、水に溶いて、でこの発泡スチロールにくっつけていくっていう感じ で、でそのところに、造花をちょっと切ってつけていこうという感じで、バケツと造花を用意してます。こっちのバケツはセメントを溶くのに使おうと思ってます。で、スタイロフォームを切るためのノコギリ、あとくっつけるための、ボンドっていうのも一応用意してます。早速、作業をしていこうと思います。でこれが、そのパンテオンホワイトなんですけど、外側のサイズじゃなくて内側に入れるものなので、内側の内径っていうのを大体を把握していきます。内径の幅は85センチ、あんまりキツキツにすると中入らないと最悪なんで、ちょっと小さめに、微妙に小さめに見て85センチです。で縦が38センチですね。で38と85か、で、バックボードを切って、作っていこうと思います。奥行きはどうなんでしょうね。奥行きは42ですね。はい、今これケージの大きさに大体測ったんです。測って、下書きで線を引きました。じゃあ、サイズもう測ってあるんで、このノコギリで切っていこうと思います。素材は、スタイロフォームってやつね、発泡スチロールみたいなものなんで、結構あっさり切れるんじゃないかと予想してますけど、あ、切れる切れる。はい、一個大きいやついきました。これが背面のやつです。いけました。
これが横の横側ですね、右の横側。これ発泡スチロールなんですけど、これ真ん中で切っていこうと思います。半分はここ角を補強するのに使って、半分はここら辺になんか壁にこういう植物を植えるのに使います。だから割といい加減なぐらいの角度がついてたりとかした方が自然に見えるんですね。ただ角はね、しっかりつけたいです。でないと角は、この全体のウェイトを支えることになるので、ここの角で。だから角を一番初めに作りました。角の造形は後から整えます。いい感じ、いい感じ。なんかこういうちょっとランダムになんか入ってるだけでだいぶ自然っぽさが増しますよね。こっち行くか。今ランダムになる要素をいくつかバラバラに切ってきました。わざと厚みを出すために二重にしてここ貼ってみようかな。全部同じじゃない方がいいんですよね。わざとランダムになるように。こんな感じで、
セメントはただのあの強度を上げるためのものなんで、造形自体のデコボコさみたいなのはここで出した方がいいんですよね。はい、今日はここまでにしようと思います。スタイロフォームを切って貼ったっていうところまでですね。これ以上作業を続けてもあのボンドの接着がね定着するまではもうボロボロ取れてくるんで、これで一回、固まるのを待ちます。で、まあ、そこから、まあ、形を整えて、でそれから、セメントを貼るっていう感じで、やっていこうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで、終わろうと思います。あと3回分ぐらいはやらないといけないかな。全然1回じゃ終われないです。あの接着を待ったりとか、セメントが乾くのも待たなきゃいけないっていうのもあるんで、まあ、3、4回は続くかな、多分。そんな感じですね。まあ、順を追って、紹介しながら続けていこうと思いますんで、よかったら、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いします。